ナンバーアンダーラインアイが踊るマクドナルドの新 CM が話題沸騰中。マクドナルドの新 CM 成功の裏側、感情的な価値と SNS 拡散の効果。最近、マクドナルドの新しい CM が日本中で話題を集めています。特に、ナンバーアンダーラインアイというユニットが出演するタップリズムというキャッチフレーズのダンスが、SNS を中心に爆発的な人気を博しています。平野翔、神宮寺優太。 岸優ユタの3人が見せる楽しいダンスと明るい笑顔が多くの視聴者の心を掴んでいます。この CM の成功の背景には様々な要素が絡み合っていると言えるでしょう。まず、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが持つ個々の魅力が大きな要因です。平野翔はその圧倒的なカリスマ性とダンススキルで知られ、神宮寺ユ太タはその端正なルックスと優しい人柄がファンに愛されています。 岸優太はその天然キャラとユーモアで多くの人々に親しまれています。この3人が一緒に踊る姿は、それぞれの個性が見事に調和し、見るものに強烈なインパクトを与えます。さらに、CM の振り付け自体も非常に考え抜かれたもので、見るものに楽しさとエネルギーを伝えます。タップリズムというタイトルが示す通り、このダンスはリズム感が重視されており、誰でも一緒に踊りたくなるような親しみやすさがあります。 実際、SNS 上では多くのユーザーがこのダンスを真似して動画を投稿しており、一種の社会現象となっています。この CM の背景には、マクドナルドの巧妙なマーケティング戦略もあります。現代の消費者は、単に商品を買うだけでなく、その商品が提供する体験や感情を重視する傾向があります。マクドナルドはこの点を巧みに捉え、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが踊ることで、 ハンバーガーやナゲットを食べる楽しさを視覚的に伝えています。これにより、視聴者は単に食べ物を買うのではなく、その食べ物を通じて得られる楽しい体験を求めるようになります。また、CM のタイミングも絶妙です。夏の到来とともに、多くの人々が外出し、友人や家族と過ごす時間が増えます。そんな中で、楽しいダンスと微妙そうな食べ物が登場する CM は、視聴者の心を一層引きつけます。 特に今年はコロナ禍の影響で多くの人々が家にこもりがちだったため外で楽しむことへの渇望が高まっていますこの CM はそんな人々の気持ちにぴったりと応えるものであり見ているだけで気分が明るくなるという声が多く寄せられていますさらに n o n アイのメンバーが持つ影響力も無視できません彼らはそれぞれが多くのファンを持ちそのファン層は非常に幅広いです 若い世代から中高年層まで様々な年齢層の人々が彼らのファンであり、そのファンたちは CM を見てマクドナルドの商品を購入する動機づけとなります。また、彼らの SNS での発信力も絶大で、CM に関する投稿が瞬く間に拡散され、さらに多くの人々にリーチしています。このように、マクドナルドの新しい CM は、ナンバーアンダーラインアイのメンバーの個々の魅力、巧妙な振り付け、タイミングの良さ、 そして効果的なマーケティング戦略が見事に融合した結果、大成功を収めています。視聴者は単に商品を買うのではなく、その商品を通じて得られる体験や感情を大切にしています。これからも、マクドナルドがどのような新しい体験を提供してくれるのか、非常に楽しみです。この CM の成功には、視聴者との感情的なつながりが重要な役割を果たしています。現代のマーケティングにおいて、 消費者との感情的なつながりを築くことは非常に重要です。マクドナルドはナンバーアンダーラインアイのメンバーを通じて視聴者に対して親しみやすく楽しいイメージを提供しています。これにより視聴者はマクドナルドの商品を単なる食べ物としてではなく楽しさや幸福感を感じる一つの体験として捉えるようになります。また CM の音楽も大きな役割を果たしています。リズミカルでキャッチーな曲は 一度聴いたら忘れられないメロディーとなっており、視聴者の記憶に強く残ります。この音楽がダンスと共に視聴者の心に響き、CM 全体の印象をさらに強化しています。さらに、CM の映像も非常に工夫されています。鮮やかな色彩と動きのある映像は、視覚的にも非常に魅力的で、視聴者の注意を引きつけます。特に ナゲットやハンバーガーが微妙思想に映し出されるシーンは視聴者に対して食欲をそそる効果があります。これにより視聴者は実際にマクドナルドの商品を試してみたいという気持ちになります。また CM のストーリーテリングも見逃せません。視聴者に対して単に商品を紹介するだけでなくナンバーアンダーラインアイのメンバーが楽しそうに踊る姿を通じて視聴者に対して一緒に楽しもうというメッセージを伝えています。 これにより、視聴者は自分もその楽しさの一部になりたいという気持ちになります。このように、マクドナルドの新しい CM は、視聴者との感情的なつながりを築き、視覚的、聴覚的に魅力的な要素を組み合わせた結果、大成功を収めています。これからも、視聴者に対して新しい体験を提供し続けることで、さらに多くの人々に愛されるブランドとなることでしょう。この CM の成功は、 他の企業にも多くの示唆を与えています。現代の消費者は、単に商品を買うだけでなく、その商品を通じて得られる体験や感情を重視しています。企業はこれを理解し、視聴者に対して感情的なつながりを築くことが重要です。また、視覚的、聴覚的に魅力的な要素を組み合わせることで、視聴者の注意を引きつけ、記憶に強く残る CM を作ることができます。さらに、 SNS を活用したマーケティング戦略も非常に効果的です。視聴者が自発的に CM をシェアし、話題にすることで、さらに多くの人々にリーチすることができます。Number Underline I のメンバーのように、影響力のある人物を起用することで、そのファン層を取り込むことも可能です。これにより、CM の効果を最大限に引き出すことができます。また、タイミングも重要な要素です。 夏の到来や特定のイベントに合わせて CM を放映することで視聴者の関心を引きつけることができます例えば夏には外での活動が増えるため楽しいダンスと微妙そうな食べ物を組み合わせた CM は非常に効果的ですこれにより視聴者はそのシーズンに合った商品を求めるようになりますこのようにマクドナルドの新しい CM はさまざまな要素が見事に融合し大成功を収めています 視聴者との感情的なつながりを築き、視覚的、聴覚的に魅力的な要素を組み合わせることで、視聴者に強い印象を与えることができます。また、SNS を活用したマーケティング戦略やタイミングの重要性も示されています。これらの要素をうまく組み合わせることで、他の企業も同様に成功を収めることができるでしょう。最後に、この CM が視聴者に与える影響について考えてみましょう。視聴者は、 この CM を通じて、マクドナルドの商品を楽しむだけでなく、その商品を通じて得られる体験や感情を大切にするようになります。楽しいダンスと微妙そうな食べ物が組み合わさったこの CM は、視聴者に対して一緒に楽しもうというメッセージを伝えています。これにより、視聴者は自分もその楽しさの一部になりたいという気持ちになります。この CM は、視聴者に対して楽しい体験を提供することで、 大成功を収めていますこれからも視聴者に対して新しい体験を提供し続けることでさらに多くの人々に愛されるブランドとなることでしょうマクドナルドの新しい CM はその成功の背後にあるさまざまな要素が見事に融合し視聴者に強い印象を与えることができましたこれからも視聴者に対して新しい体験を提供し続けることでさらに多くの人々に愛されるブランドとなることでしょう この CM の成功は、視聴者との感情的なつながりを築くことで達成されましたが、その背後にはさらに深い戦略があります。視聴者が単に商品を消費するだけでなく、その商品を通じて得られる体験や感情を重視する傾向が強まっている現代、企業はこれを理解し、消費者に対して感情的な価値を提供することが求められています。マクドナルドの新しい CM はこの点を見事に捉えています。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが踊る姿を通じて、視聴者に楽しさと幸福感を提供し、その結果、視聴者はマクドナルドの商品を通じて同様の体験を求めるようになります。これは、消費者が商品に対して単なる物質的な価値以上のものを求めていることを示しています。この CM は、視聴者に対してマクドナルドの商品を楽しむことが、楽しい体験の一部である、というメッセージを強く伝えています。さらに、 この CM は視聴者の記憶に強く残るように設計されています。ビズミカルでキャッチーな音楽と視覚的に魅力的な映像が組み合わさることで視聴者はこの CM を一度見ただけで忘れられない印象を持ちます。また、SNS 上での拡散力も非常に高く視聴者が自発的にこの CM をシェアすることでさらに多くの人々にリーチしています。